皆さんどうもこんにちは、イルカ急行の時間です。ここは滋賀県湖西線の近江舞子駅。今回はここから湖西線に乗って、湖西線の終着近江塩津とその先2駅だけ北陸本線に直通し、福井県の敦賀まで行きたいと思います。本当はね、湖西線で近江塩津まで行くっていう動画と、敦賀から長浜と米原ぐらいまで行く北陸線の動画の2本にしたかったんですが、お昼の時間帯ってなんと敦賀から米原とかまで直通する普通電車は全くなくって、でも湖西線経由だったらあるんですよ。だから今回はその北陸線の2駅も湖西線としてご案内します。実際湖西線として駅の番号も振られてるしね。あんまりにも寒いし、まだまだ電車が来るまであと20分ぐらいありますので、待合室に入ってきました。でもここすごい高音質で放送が流れますね。放送撮る人ってこういうところで撮ってるんだ。まあどうせ貨物かサンダバでしょう。発車時刻の5分前になりましたので、外に出てきました。すっごい寒いんですけどね。っていうか、雨が、これわかるかな?すっごい勢いで降ってるんですが、大丈夫?これ湖西線止まんない?あっちの方はいい天気なんですけどね。こっちの方はもう黒い雲がすっごいあそこ偉いことになってますよ。あそこに今から向かいます。新快速は12両だから、一番前まで行くとなると、屋根がないのでずぶ濡れ確定ですね。これ登らないでくださいっつって、すっごいなんか囲いまでしてあるけど、登るかね普通こんなとこに。でもね、この駅今雨だからこんな風景ですが、晴れてたら琵琶湖は綺麗に見えるし、左の何、比叡山じゃないけどそういう山も綺麗に見えるし、ですっごいいい駅なんですよ。じゃあなんで晴れた日に来なかったのかって言ったら、まあ雪が見たかったんですが、前米原行ったじゃないですか。もう1年以上前の動画になりますが、あの時もこんな感じでした。だから雪を見たかったら絶対天気が悪くなるんですよ。そういうもんです。さて、発車時刻の3分ぐらい前かな。あ、もう来るかな?どうだろう。屋根がないところって絶対どこの駅でもこんな風になりますよね。多分日にさらされるとか、あとは何だろう、雨とかに打たれるとか、まあ、こんなのもう原型とどめてないじゃないですか。でもまあまだパリパリになってめくり上がってないだけマシですか。お、来るみたいですよ、私たちの電車。あー、大してあったかくない。あっという間に近江舞子を発車。北小松、近江高島、安土川の順に終着敦賀まで各駅に停まってまいります。
新快速でもこの先は各駅停車です。だって新快速でも止めないとこの区間一生電車来ないですからね。そういえば昔はこの近江舞子までしか新快速は来なかったみたいですよ。今回の動画では終着敦賀まではおよそ40分を見込んでおります。概要欄をお読みになった上で最終目的地までごゆっくりとご覧ください。この辺はまだ全然雪積もってないですね。でも積もる時はこの辺ももう真っ白なんですよ。反対側の線路をご覧ください。ところどころ緑色のネットが張られてるでしょ。あれって雪の塊が落ちた時に線路の下の石が跳ねて車両に当たらないようにするためにネットで覆ってるんです。その名もバラストネットって呼ばれているアイテムなんですが、年がら年中やってるわけじゃなくって、ちょっとずつちょっとずつ毎年手作業でつけていきますので、こんな風についていたりついていなかったりする区間があるわけです。最終的には全部つきますけどね、この辺りは。だからあれがある区間は雪がすごい降るっていうことになります。電車は一つ目の停車駅北小松に到着です。この先次の近江高島までの区間で合計5つものトンネルを抜けます。だから遮光幕が下ろされました。天気が悪すぎて今までスルーしていたんですが、この湖西線っていうのはその漢字の通り湖の西って書きますよね。だから琵琶湖のすぐそばを通るとっても綺麗な路線なんです。それに線路も高架でしょ。晴れていたら本当に綺麗な景色が広がるんですよ。美しい琵琶湖を撮るか雪景色を撮るか二択ですね。今はまだ若干距離がありますが、この先さらに進んでいくともっともっと琵琶湖が近くに近づいてきます。まず一つ目のトンネル、第一北小松トンネルです。そして前方に見えてきたのが第二北小松トンネル。あのトンネルを越えると大津市から高島市に入ります。というわけで高島市に入りました。それはそうと、ここまで曇ってたらどこまでが空でどこまでが湖なのか分かりませんね。この先白ひげ神社っていう神社があるみたいなんですが、なんか湖西線作るときになんか難航したらしいですよ。この辺りってなんかすごい平坦な風景が広がってると思いますが、ここ雪積もったら綺麗なんでしょうね。こういう畑っていうのかな、アスファルトじゃないところって雪積もりやすいですからね。さっき2つのトンネルを越えましたから、あと3つ残っています。まもなくくぐるのが第一白ひげトンネル、先ほど申し上げた白ひげ神社の白ひげです。そして一気に次もくぐります、第二白ひげトンネル。最後5つ目のトンネルは高島トンネル、全長 1498m のとっても長いトンネルです。トンネルを抜けるとほどなくして近江高島駅に到着です。近江高島から先はしばらく琵琶湖から離れます。そういえば向かって右側の窓、本当は運転に必要ないはずなのに、多分ですけども私たちが見やすいようにワイパーを動かしてくれています。ありがとうございます。あそこ見てください、
進行方向右側、虹が出てるの分かりますか？今ちょうど画面中央ぐらい。拡大します。ね、うっすらとですが見えてるでしょ。今渡った川は鴨川。鴨川は鴨川でも、あの京都の鴨川とは全く関係ないようです。もう間もなくすると波止川に到着します。意外とシールって綺麗な状態で残ってるんですね。さっき近江舞子で見たやつすごいボロボロだったのに。屋根があるかないかでこんなに変わるんですね。あ、ここ屋根ないわ、ごめんなさい。ただ新しいだけかな。あそこ青空がちょっと見えてますね。鶴がつく時には晴れててほしいな。阿戸川を出発して阿戸川を渡りました。そして次に停まるのは新朝日。ちょっとね、線路とかを見ていたら橋の方にちょっとだけ雪が積もってき始めたんですよ。若干ほらうっすらと白くなってるでしょ。でもまだ全然積もってるって言える状態じゃないですね。周りの田んぼとかもどうだろう。あ、でも結構白くなってます。建物が一気に増えてくると間もなく新朝日に到着です。この新朝日、さっきから走っておりますこの高島市の市役所の最寄り駅らしいですよ。ホームのほとんどに屋根ないじゃないですか。っていうかこんな駅でも12両の電車が止まれるのってなんかすっごい不思議な感じがします。まあ12両なのも次の近江松までですけどね。まあほとんどの人が分かんないと思うけど、あー変わった変わった、近江松ね。次の停車駅は近江松。今12両で走っていますが、このうち前4両は敦賀行き、後ろより8両はこの近江松までとなります。雨がちょっと止んで視界が明るくなったような気がします。だいぶ雪も増えてきました。この感じ好きなんですよね、だんだん増えてくる感じ。でもこうやって見ててもやっぱりアスファルトの方が田んぼとかよりも積もりにくいっていうのが分かるかと思います。田んぼとかの方がいっぱい積もってますからね。向こうの方の家の屋根すごいいっぱい積もってる。あ、こっちも積もり出しましたね。っていうかこんなちょっとの区間で変わるもんなんだ。この先40秒ほど雪が深まっていく様子をノーカットでご覧ください。気がついた時にはもうすぐ近江松です。
発車です。発車までお待ちください。この電車は大見松駅で切り離し作業を行います。前の利用料は鶴ヶ行き、後ろ A8 両は次の大見松止まりとなります。ご注意ください。というわけで大見松に到着です。京都を出発した湖西線の普通電車はほとんどが今回の動画の出発地点大見舞子までなんですが、たまーに大見松まで来るやつもあるみたいですよ。連結作業やってる間に多分サンダーバードも待つんじゃないかな。さっき列車走行位置のアプリで見てみたらサンダーバードがもう大見高島まで来てるんですよ。でも5分ぐらい遅れてたのかな。遅れてなかったら多分この駅で追い抜かしてたと思いますが、どうだろう、遅れてるからもっと先まで行くのかな。サンダーバードが来ると思って待ってたんですけど一向に来ないのでちょっと中に入ります。寒すぎる。せっかく半自動にドアできんのに使わなくてどうするんですかって。これサンダーバードは待たずに発車しました。この先敦賀までの間でどっかで待つってことかな。4両になって身軽になった新快速は大見松を発車しました。この大見松ってね、もう北陸の方の電車521系とかが普通に走ってくるようなそんなところなんですよ。しかもここから先は電車が1時間に1本だけとなります。大見松を出発してまだ数分も経ってないのにもうこんな風景になりました。一瞬で建物がなくなりましたよ。雪はちょっとだけうっすらと残ってるって感じかな。でもここまで周りに何もなかったらすっごい綺麗な写真が撮れるんでしょうね。天気がいい日とかに臨時列車とかここ走ったらすっごい人集まりそう。ほらずっとまっすぐですよ。ちなみに湖西線ではこのまっすぐな線形を生かしてはるか昔国鉄時代から走行試験に頻繁に使われていたようです。今でも試運転とかは全部この路線使えますからね。湖西線と全く関係ない271系のはるかとか、この前ひねのから連れて行かれた223系2500番台とかもここ使ってました。まもなく一つ進んで大見中庄に到着です。なんか表示の仕方が225系とかと違いますね。225系だったら終着駅が近づいたら今まで通ってきたとこが全部グレーになって矢印だけが動くのに、ここのモニターは通ったとこは全部画面から消えるんですね。似てるようで似てないんですよねこのモニター。さて次に泊まるのは牧野。カタカナ3文字で牧野って書くんですが、国鉄時代からカタカナの駅として有名でした。で昔はねここの町の名前もカタカナで牧野町っていう名前だったらしいんですが、2005年に高島市に合併されて、で牧野町っていうのはなくなったようです。駅名はまだ残ってますけどね。
大見中署を出てから一気に雪が深くなりました。それにしてもこれ田んぼが果てしなく続きますね。滋賀のこの湖北のここら辺ってそんなお米有名だったっけ。ほとんどの田んぼが白く染まってきて、そして線路もほらこの通り、さっきまで全然剥げてた線路が完全に白くなりました。進行方向左側だけやけに大きい壁があるの分かりますか。これってね、この湖西線ならではの壁なんですよ。湖西線は左側に山、右側に湖っていうところを走ってるので、左から右にものすごい風が吹くんですよ。平山脈から吹く風なので平下ろしっていう風にも呼ばれてる風なんですが、それのせいでね、よく止まるんですよ湖西線。でもそんなずっと止まっててもダメだっていうことで、こんな感じの大きい壁を作ってちょっとでも運転見合わせになるのを減らそうと頑張ってるんです。ただでさえ風強いのに高架を走ってるってことで、風の影響をもろに受けるんですこの路線。過去には貨物列車が風に吹かれて横転したこともあったみたいですね。ちなみに湖西線が運転見合わせになったら、サンダーバードとかの特急列車は琵琶湖線、北陸線を経由して行くみたいですよ。よくね、私も地元の路線でですが、あのサンダーバードが米原経由になってますとかいう表示見たことあります。さて、まもなく牧野に到着です。ホームにも雪がしっかりついていますね。大見高島とか阿戸川のあたりではあんなに遠くに見えていた山が近づいてきました。今からあの中を進んでいきます。大見前湖出た頃に比べたらだいぶ晴れてきてくれたんじゃないですか。さっきね、本当にすっごいあの悪い空の色してましたから、完全な晴れじゃなくっても太陽が出てきてくれてるだけでも嬉しいです。次の長原までの間で2つのトンネルをくぐります。その1つ目が間もなくくぐります海津トンネルでいいのかな。海に津って書くんですが、海津トンネル、海津トンネル、ごめんなさい、わかんない、調べても出てこなかったんですよ。とりあえずこれがそのトンネルです。いいねいいね、このスピード感たまんないです。あと30秒ほどノーカットでご覧ください。あの後2つ目のトンネルに入りました。これは峰山トンネル、全長3910メートルのスーパーロングなトンネルです。やっぱりこういう長いトンネルを抜けたら一気に天気が変わることもあるんですが、どうだろう、晴れてるかな、雨降ってるかな、吹雪いてるかな、もうそんぐらいのレベルですよ。3キロの長いトンネルですから。トンネルを出たらすぐに長原があるため、トンネルの中で減速が始まります。これね、長いトンネルあるあるね、光が見えてきているのになかなかトンネルの外に出ないっていう。えい、拡大しちゃえ。雪は積もってますね。どんぐらいだろう、わかんないな、ここからじゃ。あ、ここでサンダーバード待つんだ。まあどうせもうすぐ後ろまで来てますからね、ささっと通過してってくれることでしょう。駅までもうちょっと長いですが、どうする、早送りしちゃう、いいか、しちゃおっか。はーい、4倍速ね。
ラッセル社がお出迎え。こうやってもうラッセル社がいるようなところまで来たっていうのがなんかすごい感慨深いです。電車は長原に到着。先ほどの牧野と同様でホーム上には雪が積もっています。長いホームで電車が止まらない部分って誰も歩かないからケーキみたいになってるんですよね。5月ぐらいの前から行ってめちゃくちゃもう列車の本数が少なくて、あ、そうやな、怖いな、ちょっとこれサンダーマード来た時サンダーが来た時ちょっとやばくなりそうですね。あ、こうバーって来るわな、はい、結構レオサンダーマードまもなくドアが閉まります。ご利用のお客様は車内でお待ちください。長原行こったな。もう一回来た。はい。どっから来たの今日？大阪の？大阪の茂野の方かな。ああ。あの浜線の大鳥やわ、これは。はい。どっから来て。塩使う。このまま北陸本線、前原方面。帰られる時間ないから、はい、鶴岡まで行ってそのまま折り返す。それって大丈夫？大丈夫。大回りとかそういう感じで？あ、大回りじゃない。普通にあれで普通。偶然出会った電車席の男の子と話してる間にトンネル一つくぐりました。今のが第一長原トンネル。そして2つ目、これが第二長原トンネル。最後、前方に見えているのが城山トンネルです。次の近江シューツまでくぐるトンネルは全部で3つ。これで最後です。そういえば長原に着く前に 3,4 キロのトンネルくぐったと思いますが、あのトンネルの中で高島市から長浜市に入りました。なんかさっきまでのところよりも北に来てるから、本当だったらもっともっと雪が増えてないといけないはずなのに、なんかさっきまでよりも減ってるんですけど、なんか田んぼとか見てみても全然雪が積もって真っ白って感じもないし、あれ？おかしいな。この辺りで右斜め後ろを見ると若干琵琶湖が見えます。もう完全に琵琶湖から離れましたからね。あそこ向こう側見てみれば東北本線じゃない、ごめんなさい、北陸本線が合流してきました。前原の方から来たやつね。あそこほら貨物電車が通っていますよ。どうだろう、あれだいぶゆっくり走ってるけど、先鶴が行くのかな、私たちよりも。どっちが待つか、どうだろう、先普通こっち行けますよね、こっち遅れてるんだから。同じホーム、向かい側、4番乗り場からです。なんかすごい動き遅いですが、これ待つんじゃないでしょうね、まさかさっきの貨物電車。あんなの待ったら5分はいけないよ、長いし。加速してまた加速して
からの また加速。微妙。行く気ないみたいですね。先貨物が行くかな。はいはいはい、行かないですね。はい、貨物が先行きましたと。そしてこっちは止まりました。先貨物の方が行くんだ。大見小津駅到着まで今しばらく待ちください。信号はご丁寧に3つとも赤です。まあなんか意味があるんでしょうけどね。やっとですよ。1分ぐらい小競り合い続きましたからね。というわけで、まもなく大見小津に到着。本当は湖西線はこの駅までなんですが、冒頭の方でも言った通り、ほとんどの電車が北陸線に直通して福井県の敦賀まで行きますので、今回も私も敦賀まで行こうと思います。ここから先北陸線に乗ろうっていう方は、この大見小津で北陸線に乗り換えなければいけません。もうすぐお迎えのホームに停まっていますからね。お互いに1時間に1本ですから、もし失敗したり遅れたりしたら、あー怖っ。でも今回は待ってくれてるようです。ホームが狭いことで有名な大見小津に到着です。まさに必要最低限っていう感じ。ホームの上には待合室や自動販売機、ベンチが一つもありません。あれが反対側、長浜米原方面行きの電車です。誰かここまで歩いてきたんですね。そして先まで行って写真を撮ってたと。なるほど、よーくわかります。ここから先北陸線に入りまして、次に止まるのは福井県の新引田。この先次の新引田まで5個ぐらい、とにかくトンネルをいっぱいくぐります。こんな山奥でも安定の高速走行ですね。やっぱりポイントがあるところって雪ないんですね。周りが割と白いから、あそこだけハゲ茶瓶になってたら地味に目立つんですよね。溶かすなりなんなりしてるってことでしょう。とりあえず1個目のトンネル、このトンネルはすぐ終わります。しばらくしてこんな感じの長いトンネルに入りました。ここで越えるのが深坂峠っていう峠。このトンネルの中で滋賀県から福井県に入ります。近くには深坂越えの遺構とか、なんか深坂地蔵とかいろいろあって、ここの峠もやっぱり昔は越えるのがきつかったのかなと思います。どっかでなんか聞いたことある名前だと思ったら、深坂じゃないけれども船坂峠っていうの、岡山に行くときに通りましたね。そして今通っているこのトンネルは深坂トンネル、全長 5170m のこれまたスーパーロングなトンネルです。
そしてトンネルを出るとすぐに最後の停車駅、新引田に到着です。さっきよりもさらに奥に来たのに雪が全然なくなってるのはこれはどういうことでしょうか。もっとどっさり積もってものすごいことになってるのを期待してたんですが、なんか今回そんなのばっかりですね。なんかすっごい低いホームがありますが、こんだけ長くって低いホームってこれ相当昔のやつじゃないですか。それこそ客車とかのその時代じゃない。さて次はいよいよ終着の敦賀です。ここから先、私たちが今乗っている敦賀方面行きと反対方面行き、全く別のコースをたどります。とりあえず別れまーす。なんで別れるのかっていうと、ここは結構な坂になっておりまして、今私たちが乗っている敦賀方面行きの方はそこまでの坂ではないんですが、反対方面行きの方は急勾配のためまっすぐ登ることができないんです。そんな時にどうするのかと言いますと、ほんの少しずつ距離をかけながらぐる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 曲がりながらゆっくりゆっくりと坂を登っていく方法があります。それがループ線と呼ばれている方法で、今まさに反対方面行きの線路では立派な円が描かれていることと思います。向かって左側、この山の中にその円はあります。興味がある方は地図アプリとかで上から見てみてくださいね。ここで向かって左側のループ線に向けて走っていく反対方面行きの線路の下を通ります。あの後向こう側をずっと通って緩やかなカーブを描きながら私たちの方に合流してきます。一通りループ線の下りが終わると、電車は敦賀駅に向けて速度を徐々に落とし始めます。もう間もなく国道8号線の下を通るんですが、橋をくぐり終わったら反対方面行きの線路が合流してくる合図です。はい、合流してきました。新幹線うわ、ちゃうと思うけどな。なんかでっかいの、ほらほら、あれあれあれやったやつ、新幹線この先あの奥福井金沢方面特急しなさぎ55号金沢駅は14時56分おお、なんか同じ方面、高井川3番乗り場各駅に止まります。普通福井行きは14時40分着きました。同じ方面5番乗り場、また小浜線普通東舞鶴行きは14時20分時刻を過ぎておりますが、乗り換えのお客様、乗り換えのお客様をお待ちしております。普通東舞鶴行きご利用のお客様、階段を通り1番乗り場へお越しください。小浜線普通東舞鶴行きは階段を通り1番乗り場からです。進行方向右側には車庫と、あと新幹線が作られていますね。北陸新幹線がここ敦賀まで来れば、敦賀から先の北陸本線は JR から愛の風富山鉄道っていう私鉄に生まれ変わりますので、またそれまでに乗りに来ないとね。進行方向左側、並んで走っているのは小浜線です。車両基地には北陸の車両521系や523系の姿が見えます。活動範囲が本当に広く、どこにでもいるやつっていうような印象を持っている方もいることでしょう。今乗っているこの223系電車も敦賀までしか来ません。ここから先はあいつらの独壇場です。
小浜線普通東前鶴行きご利用のお客様、階段を通り一番乗り場へお越しください。サンダーバードのせいでもともと遅れてて、で近江塩津の手前で貨物に負けてさらに遅れて、で今7分ぐらい車両基地の前で止まってたんですが、全部合わせたらだいたい20分ぐらいは遅れてるんじゃないですか。でもそんなにも遅れているこの電車を発車時刻が過ぎていながら小浜線は待ってくれているようです。そんだけ本数が少ないってことですね。遅れてもさほど問題がないっていうことでしょうか。聞くところによればこの小浜線、若狭湾沿いのとっても綺麗なところを走るようですね。また今度乗りに行きましょう。長らくのご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。まもなく北陸の玄関口終着敦賀に到着です。新幹線の駅がだいぶ出来上がってきてますね。というかこのまま折り返して網干まで行くのってきついな。おまけ、ここ敦賀駅では北陸限定の音が聞けます。この音を聞いたら、あ、北陸に来たなっていう感じがするんですが、あー、すごいいい音、本当にこれ。最後までのご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがでしたか。最後に今回の動画とそれに関連する交通費使用時間を書いておきます。近江前湖から敦賀まで湖西線新快速で990円、使用時間は約1時間です。京都から敦賀まで同じく湖西線新快速で1690円、使用時間は約1時間半です。福井から敦賀まで北陸本線普通電車で990円、使用時間は約1時間です。そして東舞鶴から敦賀まで小浜線で1690円、使用時間は約2時間となっております。右手出して最初はグーじゃんけんチョキ、グーの勝ち。この動画が面白かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。またつまらなかったと思った方はいいねのくばったボタンを押してください。皆さん用意はいい？またお会いしましょう、多分ね。それではアディオス。